彼にこんなことを言われたらキュンとしますっていう話をしたいと思うんですね、今日は。ありがとうございます。でもさ、好きって言われるのはね、キュンとしないんだよね、別に私。そういうことじゃない。好きって言われたらもう、もう好きって言われてるから、ああそうだよねってなる。だからそうじゃないもので、なんか思わせてほしいじゃん。あれかも、私急に、例えばひなちゃんって呼ばれてた。あー、それいいよね、わかる。急にどっかのタイミングで、あ、ひなみたいな。もうわかります。呼び捨てみたいな。それめっちゃいい。どっちでもいい。でもなんか呼び捨てあったらめっちゃいい。急に来たらちょっとドキッとするよ。あと名前関連で絶対に出てこない漢字の名前を漢字で打たれた時とか。私漢字でセナを漢字で打たれた。そう、漢字に打ったら絶対出てこないの、セナって言っても。まあ確かに。それをわざわざこう漢字で打ってくるとか、そういうのいいなって。私さ、結局ド S の人がいいからさ、うん、なんか二択を迫ってくるとか。どうすんの、帰りたいの、帰りたくないの。やばい。こっちに、こっちに選択権。いいよね。でも決まってるんだよ、答えは。そう、答えは決まってて、そう、分かってた上で聞いてきてんの。分かる。わざわざやばいよね、それ。帰りたくないって言うに決まってるのに。やばい、もう私何でもいい、それだったら。その感じで聞かれたらもう。じゃあもう。カレー、シチュー、どっちがいいの。待って。言い方ってこと、このトーンで言えばいいってこと。死ぬの、死なないの、どっち。ここまでカメラあったらよかった。やばい、気持ち悪いな。今の萌えポイント、もう一回言って。嫌だ、気持ち悪い。キュンポイントまた消えるよ、これ言ったら。何、死ぬの死なないのどっち。ちょっと待って。私だけ言われたいの。もちろんそれは物理的に。そう、素晴らしいよ。すごいよ、初めて。素晴らしい例えを出してくれたね。変な引き金引いちゃねえよ。すごい。もう引き金引いても、あれじゃん、定番だけど、そのバックハグか顎食いかみたいなね、壁ドンかとかあるよ。アニメみたいなことをされすぎてもやる。もちろんもちろん、アニメみたいな顎食いはあれはもう成立しないのよ、二次元の世界だから。人間がやっても、だから顎食いのような顎食いのようじゃない顎食いをしてほしいのね。むずいむずいむずい。だからこうじゃなくて、こういう顎食いじゃなくて、もうこうやってほしい。もう顔食いやん、それ。こう。あ、そういうことね。キュンキュンしたいよね、毎日毎日。いいね、毎日キュンキュンしたい。キュンキュンしたいって言う割にマミちゃんなんか、いや、どっちでもいいよみたいな感じ。なんかさ、もうやめなよそういうの。なんかさ、ちょっとさ、なんか大人ぶってるのか、スカしてんのかわからないけどさ、いや、マミそんな簡単に落とせへんでって。なんか、いや違う、いや、なんか、いや、簡単に落ちるから大丈夫大丈夫。なんか男の人のキュンポイントとかあんのかな。知りたいわ。それも知りたい。もしあったらコメント書いてください、ね、なんかすごい素直な子とか好きそう、男の人って。なんか変な駆け引きとかいらない。そう、なんか変に可愛いこぶってたりとか、すかしてたりとか、そういう人は嫌いそう、私頑張ります。私頑張りますになっちゃったの。締め最後それ。ごめん、たまにはされたい。されたい、されたい。まだだっていい年の女だぞ。だって そうだよ、もう。確かに。私たち頑張ります。バイバーイ。バイバーイ。I'm not afraid to die.
目の前にいる人あなたに愛を打ち明ける透明なバラの花束を思い切り投げつけてやる毎日がバレンタインデイあなたに愛を打ち負ける自分に嘘はつけないもん大好きなんだもんあなたがどういうタイプの人と結婚したいとか経済力だね。